はただし正午は、JRA、立党トレーニングセンター所属の機種。機種免許は、平地競争と障害競争の両方を所持しているが、障害競争への起乗経験はない。2000年、第16期生として JRA、競馬学校機種課程を卒業。同期には、加藤孝之、金子光、小林慎一郎、鈴木直人、と、田島翔、西原玲奈良がいる。立党、 坂口正則旧社に所属し、3月19日の中京 3R で、自給車のゴールドカントリーで逃げ切り初勝利を挙げた。デビュー年は191戦4勝という成績を残す。2年目の2001年には、自身最多の13勝を挙げ、翌2002年8月18日の小倉10、R アソステークスでは7番人気ダンシング店に起場し、 安藤勝美騎乗の一番人気、北山チャンネルを差し切って、特別レース初勝利。2003年には、シリウスステークスでタガノ・ラフレシアに騎乗し、JRA 重賞初騎乗を果たす。見習い騎手から外れた2003年以降は、騎乗数、勝利数ともに下降戦をたどり、2007年6月21日付で、フリーとなった。2007年10月20日以来勝ち星から遠ざかって、 いたが、2010年12月12日、阪神 4R 新馬戦を1ドラゴンで制し、約3年に1ヶ月ぶりの勝利を挙げた。その後は2011年に1勝。2013年に1勝を挙げたのみで再び勝ち星から遠ざかったが、2015年9月2日に、笠松の JRA 交流、鈴蘭賞で地方初勝利を挙げ、2017年、 最初の起場となった1月7日の京都 4R を、ペプチドアルまで制し、約3年2ヶ月ぶりの JRA での勝利を挙げた。2017年2月4日の東京 6R 新馬戦では、父ディープインパクト、母スイープ投章という菅井名を、スケ者の長領月馬スイーズドリームスに起場本来は2週後の新馬戦が本戦だったが除外を。 見越した投票で36分のこの抽選を突破してしまい、畑橋の機場でデビューし3番人気で4着に終わった。また、最後の直線で蛇行したことについて、課題金3万円の処分を受け、自走では竹豊に乗り換わった。2018年5月29日から6月11日まで、村田一世と共にアイルランドで研修を行った。 2018年12月28日の中山 6R でクリストフルメールが年間213勝の JRA 新記録を達成した際、2着に入ったのが13番人気サンマルベスト騎場の畑橋でゴール後に誰よりも早くルメールと握手し祝福している。ありがとうございます。